Let's show this one.
闇を切り裂く雷鳴よ、ここに。闇を切り裂く雷鳴よ、ここに。
渦巻く風よ、ここに。との連絡は取れんのか。このままでは動くに動け。幽霊どうなってんだよ。一体リンはどこだ。ジョスティン、なぜフィーナがここにいる。リンは一人で。軍事要塞 J の全機関は現在リン中尉の制御下にあります。戻るんだリン。そこにいるのね、フィーナ、ジャスティンも。感じるわ、あなたたちを。リン、あなたたちに伝えたい。今私たちがかつての悲劇を再び繰り返そうとしていることを。鉱翼人の力に頼ることは悲しい定めの神話を繰り返すだけだということを。そして私がこの作戦を止めるためにここにいるということを。どういうこと。分からん。おい、分からん。世界を救う本当の力、それはフィーナにはあって私にはない力。それがジャスティン、あなたなのよ。ただその力は今はまだとても小さく掴みにくいもの。だから私が時間を作ります。この世界を救うために必要なほんの一握りの時間を。人が生きるということはいくつもの過ちを重ねてしまうことなのかもしれません。ガイアはまたその過ちの一つから生まれました。ミューレン様、あなたは言われましたね。この翼は
そうした罪の象徴なのだと。けれど、あなたを苦しめている人々の罪を少しでも軽くできるのなら、私は呪われたこの翼でさえ誇りに思うことができます。何を言う、リン。それは私のセリフだ。お前を苦しめているその翼からはお前を解放してやりたかった。私はずっとそれを願っていたのだ。世界中のみんな、これから先の戦いはどうか同じ過ちを繰り返さないで、新しい道を歩いて汚れない世界を作り出すために戦って。そしてそれができる人はあなたよ、ジャスティン。あなたなら必ずたどり着けるわ、この世界を悲しい運命の鎖から解き放つための答えに。待ってくれ、リン。俺は何をすればいいんだ。幽霊大佐、私の最後の言葉聞いてください。あなたを誰より愛しています。ずっとずっと。リン！
よく考えてくれ。ガイアの活動が止まっている今こそが最後のチャンスなのだ、フィーナ。我々は奴の体内に攻め込み、力の源である精霊石を打ち砕く。そのために君の力を必要としている。もはやこの世界に残された鉱翼人は君しかいないのだから。そして私は神話と同じように死ぬのね。いつか見たあの壁画のように。そうだ、命の保証はできない。やめろミューレ、また同じことを繰り返す気か。フィーナを巻き込むな。作戦の開始は明日の朝だ、フィーナ。あとは君の意思で決めてくれ。君に強制するつもりはない。待てよミューレン、リーンの言葉を忘れたのか。俺たちは今新しい道を探さなくちゃいけないんだ。黙れジャスティン。そんなものどうやって探すつもりだ。新しい道などどこにある。それは私は戦う、戦うことでしか新しい道は開けないのだ。それ以外の答えがあるというのなら答えてみろジャスティン。答えられないのか。お前はリーンの死を無意味なものにするつもりだ。やめて。姉さん、きっと悲しんでるわね。残された私たちがこんなことしてるなんて。帰ってください。今この時間さえもリーンの命と引き換えに手に入れたかけがえのない時間なのだ。それを忘れないでくれジャスティン。姉さんの言ってた新しい道って本当にあるのかな。もちろんだよ、俺が絶対見つけてみせる。だったらミューレンさんにもそう言えばよかったのよ。なんでさっきは言えなかったの？ごめんね、ジャスティン。私、どうしていいかわからないの。諦めちゃダメだ。時間はまだあるから。変よね。足が、震えが止まらないの。怖い。私、死にたくない。ジャスティン。
Thank you.
でこんなとこに。それにみんなも来ちゃった。みんなどうして。ジャスティン、ここで決まってこそ男だよ。女はいつだって惚れた男が助けに来てくれるのを待ってるのさ。もちろんフィーナだってね。そうよジャスティン、いつまで持ち込んでるなんてジャスティンらしくないわ。だいたい約束違うじゃない。フィーナと二人でいつまでも冒険を続けるって言ったくせに。しかしフィーナには交友人としての運命があります。それから逃れる道はないのです。リエーテ。だからあなたが道を作るのですよ。理性の力では決して開かない扉をこじ開けられるのはあなただけです。まあ今日は俺もジャスもよ、頭使うようなことは似合わねえって話だろ。そういうことですわ。頭使ってうじうじ悩むぐらいならとりあえずやっちまおうぜ。なんとかなるさ、おめえならな。ラップ、リエーテ、お前の無人としての、そして男としての大きさ、このガドリしかと見届けたぞ。いい仲間を持ったな、ジャスティン。みんな、みんな、ほら、ご覧、君は一人なんかじゃないだろ。これこそ君の力なんだ。